カール・フォン・ガラグリは、ハンガリー出身の北欧で活躍した、バイオリニスト、指揮者。マジャル語では、ガラグイ・カーロイ。ブダペスト生まれ。音楽院で、イェネーフバイに学んだ後、ベルリン高等音楽院で、アンリ・マルトーの薫陶を受けた。1917年に、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団に、バイオリン奏者として入団した。1923年に、イエーテボリ交響楽団のコンサートマスターに就任し、楽団所属の弦楽四重奏団も主催した。1930年には、ストックホルムコンサート協会の副コンサートマスターとなり、1937年と1938年の学生コンサートで指揮者として活動するようになった。指揮は、クレメンス・クラウスに師事して、指揮法を学んでおり、1940年からフリッツ・ブッシュの退任で空席となったストックホルムフィルハーモニー管弦楽団で指揮を務めるようになり、1942年から1953年までは同楽団の首席指揮者となった。一方で1940年から自分の弦楽四重奏団を結成して、室内楽奏者としても活動を続けた。1952年から1958年まで、ベルゲンハルモニー園の首席指揮者を務め、ベルゲン音楽祭を創設した。1959年からは1970年まで、アーンヘムフィルハーモニー管弦楽団、1965年から1980年まで、南ユーラン交響楽団の首席指揮者を歴任し、以後はフリーランスの立場で活動した。ジャン・シベリウスを得意とした。1984年にストックホルムにて死去。ブックレット・オブ・ストックホルムフィルハーモニック・オーケストラ75イヤーズ1914から1989 BISCD-421、424逸匠列伝、カール・フォン・ガラグリ。ありがとうございます。